おはこんばんちあゆかです。よろしくお願いします。はい、もう12月ということで年末です。はい、もうそろそろ2020年が終わろうとしています。インドネシアの皆さんは年末はどのように過ごしているかがとても気になるので、よかったらコメントにも書いてください。お願いします。ということで、日本ではみんないろいろなことをして過ごしています。まずは12月といえばクリスマスです。はい、12月の24日と25日、メリークリスマスです。もう過ぎちゃったけど、はい、皆さんクリスマスはどのように過ごしましたか？はい、イルミネーションとかケーキを食べたりチキンを食べたりっていう風にみんなはすると思うんですけどね。今回チキンをとっても食べたかったんですけど並べなかったはい、この時期っていうのもあるんですけどね、コロナが落ち着いたら来年とかはキラキラしたイルミネーションとかを見に行ったり、チキンを食べたり、美味しいものを食べたり、クリスマスを目いっぱい楽しみたいなって思います。はい、クリスマスでちょっと去年とか一昨年のようにイルミネーションとかそういうのを見れなかったということで、今回ねちょっと動画を撮るのにクリスマスのっていうわけではないんだけど、ガトーショコラを買ってきました。イエーイ、見えますか？すごいね、美味しそうだったからね、そう食べたいなって思って買ったんですね。なんかクリスマスにさ、ガトーショコラとかを食べたりするよね多分ね、ケーキとかを食べると思うんですけど、私はケーキの中でもチョコレートケーキとかチーズケーキとかモンブランが好きなので、その中のチョコレートケーキを選んできました。はい、ではいただきたいと思います。はいスプーンもしっかり用意しましたではいただきたいと思います。これね、多分ね、上にね、見えるかな、マカ、おーおーおー、危ない。そう、マカロンが乗ってるのかな、多分マカロンですね。これはマカロンとチョコレートが乗っています。まずはこの上から食べますいただきます。マカロン美味しい、美味しいです。私スイーツの中でもマカロンとかチョコラオランジェとか、あのチョコとオレンジ、オレンジとかにチョコがコーティングされたものがすごく大好きで、マカロンも大好きなんですよ。もう本当に美味しくて、ケーキの一口目いただきます。うん、えな、正解美味しい、やばい、なんだこれ、え、なんかスイーツの紹介みたいになっちゃってるガトーショコラです。うん、うん、うん、えな、このねガトーショコラの上にもホイップが層になってて、で、なんだろうこのチョコレート、あ、チョコレートだ、そうだよね、チョコレートだうん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 、永遠に食べてられますね。はい食べ終わりました。チョコレートケーキをねちょっと全部食べてるのをお見せしちゃうと、ちょっとね最後まで見届けていただくのもとても申し訳ないので、ちゃちゃっと
食べました。えらえら美味しかったです。はい、次は12月といえばクリスマスと、次に来るものといえば12月31日の大晦日ですね。大晦日です。1月1日のお正月前の最後の今年だったら2020年の最後の日、12月31日が日本では大晦日と呼ばれています。大晦日はですね、もうなんだろう、2020年にやり残したことをやるとか、あとはそうですね、お正月に向けておせち料理を準備したりとかなんですけど、本当だったらちょっとおせち料理とかを紹介したいんですけど、今回はちょっと大晦日の前にこの動画も撮影しているので、はい、私のね好きな食べ物はみんな知ってますか？私チーズがすごく大好きなんですよ。チーズがすごく大好きなので、この2020年にこの日本のコンビニで一番買ったって言ったらいいのかな、一番美味しいと思ったチーズやサラミとかのおつまみコレクションを紹介していきたいと思います。そう、まずねこれ見えるかな、そう、この一度は食べていただきたい熟成チーズタラっていうのと、一度は食べていただきたい美味しいサラミっていうこの金のねおつまみがすっごく美味しいの。本当に美味しくて、なんかそういう、私は今年20歳になったんですけど、そうようやくお酒が飲めるようになりました。はい、なのでお酒のおつまみとかにもいいし、お腹が空いた時とか腹が空いた時とかに食べたりしていました。はい、本当に結構前からあったんですけど、これはそうですね、お酒とかを飲む時以外でもコンビニに行ったら買ってました。本当に美味しいんです。はい、あとはチーズの紹介みたいになっちゃう、避けるチーズです。これもね、昔から小学校の頃からずっと食べていたんですけど、避けるチーズのスモーク味とプレーン味と唐辛子味があります。あとはね、何だったかな、なんかねガーリック味とかホタテ味とかもありました。コンビニとかじゃなくてスーパーとかで見かけましたね。あとはチーズの中でも大好きなカマンベールチーズ、これもすっごく買いました。これもずっと前から大好きで、あとはそう、あのずっと買ってたものではないんですけど、なんかこれがねさっきすっごく美味しそうで買ってしまいました。多分同じあれかな、違うか、おつまみホームパイのサラミ味、そう、なんかこれ甘いのかと思いきやサラミ味、どんな味なんでしょう気になりますね。はい、って感じでコンビニではチーズとかを買うときは本当にもうずっとこの避けるチーズとか、一度はいただきたい美味しいサラミチーズとかカマンベールチーズを食べていました。これがあれかな、今年のチーズ納めまだ食べるかもでは一口ずつ食べていけたらいいなと思います。まずねこっちのチーズから、そう、チータラ、チーズタラだから、そう、こんな感じうん、うん、うん、すぐ食べちゃう本当にね、お腹空いてる時に食べると本当に涙が出そうになるぐらい美味しいです。えなえなですあとはサラミですね。サラミって言ったらもう本当におつまみって感じですよね。こんな感じです。サラミは本当に美味しいうん、うん、なんか
チーズとサラミを一緒に食べたりしても合います。美味しいかもしれないです。美味しいです、うん、あとは裂けるチーズなんですけど、私はスモークプレーン唐辛子の中だったら、小学校の頃からかな、スモーク味が好きでした。はい、これね本当に裂けるんですよ本当に裂けるとか言って、裂けなかったら大変。そう、こんな感じになってて、でこれをほら、そうこんな感じで裂けます。これで食べます。うんうん、えな、これもこんなに小さく裂けてるから味ってどんな感じなのかなって気になるんですけど、こんな小ささでもスモークの味はすっごく広がってます。それはプレーンとか唐辛子とかがいくとかホタテ味とかも一緒なんですけど、こんなに小さく裂けてしっかり味がするのって本当にすごいなって思います次はカマンベールチーズですね。これねコンビニとかではここに3つ入ってるタイプなんですけど、他スーパーとかに行くとチーズといえばって感じの丸い形でちゃんと6個入ってるものもあります。カマンベールチーズもね、本当にチーズって何にでも合うと思うんですよね。私がチーズ大好きだから何でも合わせて食べちゃうんですけど、本当に合うと思うし、カマンベールチーズだったら何だろう、パンとかバケットとかと一緒に食べても美味しければ、アヒージョとかにして食べても美味しいと思うし、フルーツとかと一緒に食べたりするのもとっても美味しいと思います。本当に合うんですよね。多分私が小さい頃からチーズを好きになったきっかけはカマンベールチーズなんじゃないかなと思います。今一番好きなチーズはグラナパダーノっていうチーズなんですけど、よくピザとかに粉でかけるグラナパダーノっていうチーズがあるんですけど、なんかそうですね、カマンベールチーズも最初好きになるきっかけでした。はい、三角ですいただきます。美味しい。本当に何にでも合う。今回はチーズ、本当はちゃんとしたチーズとかも、ああいうチェダーチーズ、ミモレットチーズ、カマンベールチーズ、グラナパダーノ、ブルーチーズ、たくさんあると思うんですけど、カッテージチーズとかモッツァレラチーズとかたくさんあるんですけど、やっぱそういうのもういつかは紹介してみたいなって思います。今回はね、コンビニとかで手軽に買えるチーズを選びました。食べたい。はい、これさっき言ってたおつまみホームパイミニサラミ味を食べたいと思いますなんか食べ物紹介になってる。これ私初めて食べるんですよ。見たことなくて、でもチーズとかサラミ大好きで、サラミが大好きなので食べたいって思って買いました。すごいクッキーみたいな感じになってますよね。いただきます。サラミ、お腹空いてる時これ食べると止まらなくなっちゃう。不思議と食べてしまう、じわじわくる旨味がやめられない。本当に本当にうますぎて無我夢中でパクパクいけちゃう。一度は食べてほしいこの味、フジヤホームパイなるほど、本当にサラミですよこれ。なんかホームパイって私甘いのしか食べたことがないんですけど、いやこれはサラミです。全然甘くない。しょっぱいもの食べたい時に一番いいです。はい、というわけでこんな感じでいつも食べてるものを紹介して年末はゆるっと過ごしております。皆さんもね、どんな年末の過ごし方をしてるかとか、よかったらコメントで教えてください見るの楽しみにしてます。はい、2020年も終わりに近づいています。
2020年やり遂げられなかったこととかもたくさんあって、自粛とかで本当に皆さん窮屈な思いをして辛い思いとか本当にたくさんしたと思うんですけど、来年こそ本当2021年こそはコロナが早くなくなって好きなこととかが自由にできるようになったらいいなと思っております。本当に早くコロナが収まることを願うばかりです。私も歌を歌ってるんですけど、歌ったりライブしたり2021年はしたいなと思います。本当になんか皆さんと直接会って笑顔でお話できる日が早く来たらいいなって思います。こんな時期だからこそこういった YouTube とかでお会いできるっていうのもあるし、 SNS とかがあったりして、それで皆さんと交流できたりっていうのもあれば、なんかまあコロナがあったからこそ気づけたこととかもたくさんあったんですけど、でもね本当にもうコロナが早くコロナが収まって皆さんにお会いしたいです。どうかコロナには負けず予防してマスクして、本当にもう今自分にできることをたくさんやって、はい、早くコロナをパン、はい、コロナに負けないように一緒に頑張りましょう。皆さんいろんなものが厳しくなってきてる中、寒さも厳しくなってきてるので、どうか皆さんお風邪とか寒さにはくれぐれも気をつけてください。お体には気をつけてください。はい、強い気持ちと体を作って2021年も一緒に頑張りましょう。はい、また皆さんにこのスカスカあゆかでお会いできる日を楽しみにしています。良いお年を最後まで見てくださって本当にありがとうございました。テレマカシー、それではまた来年の次回のスカスカあゆかで、じゃあねー、良いお年を。